この時間はカターレ富山対徳島ボルティスの一戦をお楽しみいただきます。舞台は富山市にあります富山県総合運動公園陸上競技場です。日産自動車で9年間ゴールキーパーとして活躍され、現在は富山県の強豪三橋高校サッカー部の監督を務められています安井隆さんです。さあ、それではまずはホームのカターレ富山からスターティングメンバーをご紹介していきましょう。予想フォーメーションでご覧いただいています。ゴールキーパーは中川です。ディフェンスラインは西野、浜野、堤、中田、中盤は中に渡辺と永山、右に朝日、左にキャプテンの上園、ツートップで長谷川と今日は石田を入れてきました。木本が今日は出場停止ということになっているためということもあります。そしてご覧の選手がサブのメンバーになります。さあ、そして一方の徳島のスターティングメンバーです。ゴールキーパーは上野、ディフェンスラインは麦野、フェスンジン、そして三木、つゆき、中盤は中に青山が3試合出場停止から戻ってきました。さらにはメタ、右に倉貫、左に徳重、そして2トップで185センチずつありますこのファビオとハジというメンバーになります。こちらがサブのメンバーになっています。三田、石田裕樹、菅原らの名前が挙がっています。まあ、カターレはあまり J リーグの経験がある選手が少ないチームなんですが、一方の徳島ボルティスは今キックオフの笛が吹かれました。前半は左にエンド、青を基調としたユニフォームがカターレ富山。さあ、徳重、今度はどんなボールに出てきますか。またニアだ。跳ね返ったボール、ここはハイボールで前に送っていく。ちょっと中途半端なクリアだ。ハジが行こうというところですが、体を入れていく、ここはホイッスルがありました。ハジのファールを取っています。渡辺ダイレクトで前に送っていく、石田へというボールですがカットされます。ただまだあります。西野縦に出した、朝日ダイレクトでマイナスのボールシュート、石田が入っていましたけれども15点、そして石田が12点と上げています。これは先ほどのシーンになりますが、このタイミングで入れてましたね。入れたのが良かったですね。つゆき、左には徳重が開いている。その徳重に渡してから長いボールを使ってくる。面白いボール、ダイビング、アジのヘッドでした。枠には飛びませんでしたけど、日本は代表を言えることなんですけれども、J リーグそして代表を含めてどうしても課題になっているため、さあ右サイドを抜け出して中2枚段違いで入ってシュートだ、決まった。4試合連続だ、徳重先々徳島ボルティス。いや、今徳島非常にいい攻撃で右サイドのスペース空いたところを使って、はい、でクロスもよく中見て徳重フリーなの、中がどうしようもなかったですね。このパスが良かったですね、はい。麦田からのこのボール、はい、完全にフリーになっていました。落ち着いた、狙ったサイドネット狙ったいいシュートでした、ね、はい。まあ、昨シーズンのドゥン、まあ、カターレは J 初めてのもちろん連勝を狙っていますし、徳島は1年ぶりの連勝を狙っています、はい。さあ、麦田ファーサイドにヘディング、クロスバーだ、ファビオのヘッド、あ、いや、オフサイドラックがその前に上がっていました。ちょっと縦に出している、ハジダイレクトで、さあファビオ、裏を取ろうというところですが、ここは大きくクリアしていきました。クラヌキ胸で落とす、もう一度クラヌキからスペースにファビオを走らせる、ファビオ速いドリブルで持っていってシュート、堤と、そしてちょっとタイミングが朝日と西野合いませんでしたけども、さあ渡辺から朝日につながった、中3枚入ってる、面白いボールだ、倒れるが追いつるはない、スローインからファビオ、ここには中田が行きます。さあファビオ入れ替わった、中2枚入っている、ファーサイドは徳重です。まだある、中にハジがいる、シュートだ、跳ね返って、ハジのヘッド、オフサイドラックが上がっていました。ハジの位置がオフサイド、まあそれほど中人数をかけていたわけではないんですが、ここは徳重跳ね返ってハジでした。シュートだったですけどね、はい。タッチは合っていません。そしてあ抜け出した、中へのボール、このハジは2005年から2007年にも徳重からのコーナーキックはファーサイドヘディングだ、の上からでした、ね、はい。フェスンジンは180キックしたら終わりかもしれません。今ちらっと時計を見ました、岡部さんです。さあ、ここで前半終了の笛が吹かれました。まあ、前半はアウェーの徳島が1点リードという形ですが、前半を振り返って全体的には安井さんいかがでしょうか。
1点リードの徳島ボルティスボールで後半が始まりました。あ、失礼、カターレ富山ボールで後半が始まりました。さあコーナーキックからのボールです。ヘディング、もう一度というところでしたが、ここを捉えることができませんでした。まずはニアで最初長谷川が野村さん、はい、返します。徳島ボルディス見延監督のコメントなんですが、はい、こちらも3点あります。マークさあ、ここがチャンスになる。朝日から、あ、惜しかったですね、はい、ここは縦を使う、うん、ここは読んでいました。ペスンジンです。そのペスンジンが持っていってハジダイレクトで叩きますが、あ、トラップしたボールが相手ボールになってしまう。そしてファビオエダ、逆サイドに2枚いる。ファビオからマイナスのボール、戻ってきてからのシュート、よく止めた。ナイスキーパーでした。よく止めました。中川、上がってきていたペスンジンのシュートでしたか。ゴールラインから外に出ていましたのですぐに入りました。システムも変えないとは思うんですけど、より攻撃的に、まあ、そして先ほど入ったばかりの桜井は手袋を前半はそのさあ前を向く、さあ端が持っていってからシュートだ。ここは横に出す朝日、左サイドに回っていた影山、中に持っていって柔らかいボールだ、ファーサイド、あそこを弾いたらやっぱり詰められて失点の可能性が高いです、はい、しっかりとキャッチ。さあ中央入ったシュート、振り向きざまにシュートを放ってきました菅原です。反転してのシュートでした菅原。さあ朝日が抜け出した、中には3枚、影山、さらには長谷川、桜井もいる。朝日からグラウンダーのボール飛び出しているが届かなかった。惜しかったですね、はい、長谷川が飛び込んでいました。ファン・ヒョンスはスピードあるし、はい、でセットプレーも無回転のボール蹴れるので、そのあたり期待しているミッドフィルダー18番のファン・ヒョンス選手が入ります。なるほど、跳ね返ったボール長山、さあダイレクトで前へ、これはオフサイドはない。朝日持っていってマイナスのボール、桜井には繋がりません。はい、カターレ富山の諏訪監督思わず頭を抱えていました。あ、今いい形で朝日が抜け出しましたけれども、さあそして長山から縦に送っていく、影山一旦下げる、長山から低い速いボールだ、ヘディング、やっぱり低いボールですよね、はい、クロスのボールかわしましたけれども枠に持っていくことはできませんでした。ゴール前作ってますね、はい、さあそのあたりに中田から縦に送る朝日、さあ中田も行っている、朝日持っていった、面白いヘディング、正面だった、正面でした、ね、いいボールでしたけどもヘッドは正面でした。あ、ここで長い笛が吹かれました。結局は16分に徳重が挙げた1点を徳島ボルティスが守り切ったという形になりました。安井さん、試合を振り返っていかがでしょうか。